んにちは、あるいはこんばんは、すみチャンネルです。いつも見てくれてありがとうございます。皆さんこんにちは、こんばんは、すみチャンネルです。今回はですね、2年半ぶりに伊豆村の駅、こちらに来てみました。訪ねるお店もですね、前回と一緒です。マグロ道場、こちらに行ってみましょう。いやはや2年半ですからね、娘もすごく大きくなりました。こちらですね、マグロをけさ固めしてもいいですよってことで置いてあるものです。店内はですね、こんな感じになっています。オーダーは食券でするんですけれども、そのね、食券機のすぐ横にこういうメニューが載った看板っていうのかな、それが置いてあります。だから並んでる時もですね、これ見ながら決められるんですね。で、今回オーダーしたのはこちらです。とろとろ丼、これにウニをトッピングしています。どうですか、これ美味しそうですよね。ではいただきます。もうね、まずこれ目で美味しいっていう、そんな感じですよね。で、前回来た時はですね、マグロと美味しい仲間たち、そしてこちらのとろとろ丼をですね、オーダーしたんですね。で、今回はこの一品だけにしたんですけども、やっぱ値段は高くなるけど、マグロと美味しい仲間たちをですね、頼めばよかったなって気もその時すごいしましたね。てか今編集してる時に思いました。で、あのこれはこれ本当美味しいんですよ。本当美味しいんですけれども、なんかそれも頼んでこれも頼む、ね、家族で食べればよかった、そんな風に思いましたね。ご飯はですね、あの白米なんですけれども、なんだろう、よくあるじゃないですか、その観光地価格みたいになっているね、あの海の幸の丼ってあると思うんですけれども、実はですね、これ食べたのがですね、あの旅行に行った2日目だったかなの時のお昼なんですけども、実は初日にとあるところでですね、全然場所違うところなんですけれども、食べたんですよ、あの海鮮丼というかマグロ丼をね。だけどなんかね、値段すげー高かったんですよ。これのね、3倍くらいの価格したんですけれども、マグロがね、5切れくらいしか乗ってなかったんですよ。一応中トロ丼ってことになってるんですけども、え、これで中トロですかみたいな感じのマグロがあってですね、薄くて、で、どんだけ観光地価格なんだよっていうふうに正直その時思ってしまいました。それに比べてね、こちらのって本当にね、そう考えたらコスパすごくいいですよ。で、マグロもね、ちゃんと中トロ部分と赤身部分っていう感じであるし、価格、これね、多分コスパいいと思います。ここだからとても美味しいお店としてです、私はぜひおすすめしたい、そんな風に思っています。だってなんていうか、あれじゃないですか、こういうのってあのまず目で見て美味しい、目で見て楽しめる、うわこんなの来たんだって思いたいじゃないですか。で、しかも結構なお金払ったりするわけですよ。それなのにね、そういう風に、え、これ5切れだけ全然トロじゃないじゃん。で、しかも言ってしまう、私ですね、以前マグロを販売とかしてたんですね。なのでそうするとやっぱマグロの良し悪しってかなりわかるんですよ。で、これで中トロって、中トロってものもですね、定義って正直ないんですね。だからお店が中トロがこれですよって言ったらそういう風になってしまうんですけれども、でもやっぱり中トロっていうイメージとかあるじゃないですか。だからそういうのがやっぱあるので、これいくらなんでも中トロじゃないじゃんっていうようなものが来たんですね。で、3500円くらいしたのかな、5切れでですよ。だからそれちょっとね、ひどいなと思いました。それに比べたらここのね、マグロ道場のですね、本当にいい、コスパもいいし、あのネタも大きいんですよ、ね、ネタが大きくてこの価格なの、だからコスパがいいってことなんですけれども、ここは本当に満足できるし、目で美味しい、もう本当楽しみでね、あの行くことができて、すごい行ってよかったなって心から思うところだったので、ぜひ皆さんも来てほしいと思います。正直言いまして、私こちらのネギトロってね、実はね、あんまり好きじゃないんですね。で、ネギトロっていろいろ種類あるんです。種類というか製造方法がいろいろあるんですね。その製造の仕方によっていろんなネギトロが生まれるんですけれども、こちらのあんまり好きな方法では実はないんですね。だけどこちらの出てくるネギトロって、その最初の写真とか見たのと同じもの出てくるんですよ。なので自分は分かった上でこれを頼んでるんです。なので満足できるんですね。結果としてトータルで美味しいって思えるんですよ。だから私そういうのがね、大事なんじゃないかなって、本当そう思いますよね。よくガツオはイメージですってありますけれども、ね、そのイメージとかけ離れすぎてたら、やっぱり人って満足はできないんだろうな、そんな風に思いますよね。
ちょっと暑くなってしまったんですけれども、こちらのお店はね本当におすすめです。でこちらに来た時の楽しみはですね、あのマグロの出汁をですねかけてですね、お茶漬けみたいな感じで食べることができるんですね。これがねまたとても嬉しいですよね。でこれ全部食べ終わった後もですね、もう一回こう出汁だけこうやっていただいてですね、こうじっくり味わって、いただきました。とても美味しかったです。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。いやー美味しかった。また来ます。